になりました。バックストレッチ誘導員をかわす4番の野村、7番の米山は下がっていきます。集団4番手は1番の佐藤がキープして7番手まで下げた7番の米山、残り600の鐘。さあ4番の野村が少しペースを落としたところ、後方から7番の米山が一気に巻き返していきます。残りが1周。さあしかし4番の野村もペースを上げている。4番野村の先行、2番手が3番の大沢、その横あたりまで7番の米山上がってきた。さあ7番の米山が前を捉えられるか。3番の大沢がこれをブロック。7番の米山は少し動きが止まった。4番の野村が先頭、2番手は3番の大沢、後方からは9番角田が自力でまくって上がってきた。4コーナーから直線抜け出してくるのは2番の芝、後ろからは9番の角田やってくる。2番と9番並んでゴールイン。